長君、湯加減はいかがだったかな。すっかり湯冷めしちまったようだが、悪く思うな。温泉遊びに来たんじゃないからな。まずは水ごりでお清めだ。昨日の夜は昨今大事な白米まで炊いてライスカレーなんかでもてなしたが、君らはまだ何者でもない。そして君らが志願してここに来るまでの事情にも俺は興味がない。俺もこうして案内してはいるが、これから何をするのか、何をするべきかについて説明するつもりはない。さらに君らの名前を俺が知る必要もないし、君らもお互いのことを知り合う必要もない。でもそれでいい。何も知らなくていいんだが、それでも先輩として俺から言っておきたいことが一つだけある。意味がわからなくてもよく噛みしめておいてほしい。竜は歯で鳴くんだ。内地の新聞は景気のいい話ばかり書き連ねてるらしいが、実のところはこの通り。鎮西の一部を制圧されるに至って、とうとう俺ら友乗り塚様で駆り出されての天皇山だよ。つまり敗者の責務はこれまでになく重いが、まあまだ君たちが気負うことでもない。さあこっから大変だが、試練はまだその先だからな。さっきの竜は歯でなくってどういう意味ですかね。まさか歯ぎしりがひどいとかじゃないでしょうし、男は背中で泣くみたいなハードボイルドな言い回しとか、それともよだれがひどくて涙みたいにドロドロ流れてるとかだったりして。ああ無駄口叩いてっから。運のいいやつだ。その調子で歯に向かって飛んでこい。飛べ。誰？あなたは竜ですか？違うよ。僕は君を殺す兵士だ。な？あ、でもちょっとハンサムですね。気が動転してんのかな？僕は君を殺せて嬉しいよ。何しろ竜の唯一の弱点が歯だからね。虫歯で竜が鳴いてれば、僕らは君たちの仲間をもっと殺せる。悪い人ですか？戦争してんだ。さあ逃げ帰るんだったら今のうちだぜ。死ぬんですね私。死ぬのは君だけじゃない、大勢死ぬ。でも私なんだかわかんないけど分かってる気がします。
私が何をするべきか。今回歯の中から戻ってこれたのは君だけか。他のみんなは？連中は竜の歯になったみたいだな。自分の運命を受け入れずに抗ったんだろう。勇敢だ。だが竜は運命に抗うことを許さない。さあ、たった今から君は竜の歯医者だ。よろしくお願いします先輩。まあ、お互いの運命の時までな。診療開始だ。おお、そうだ。君、名前は？私の名前は